レデー薬局、株式会社、レディ薬局、発音、レディ薬局は、愛媛県松山市に本社を置く、ドラッグストアチェーンの運営企業、鶴葉ホールディングスのグループ企業、所有株式51%かつ、富士の関係会社、所有株式49%。創業者である、三橋春夫、現代表取締役社長、三橋信也のジップが、 1959年、昭和34年7月に、医薬品等の販売を目的に、愛媛県松山市に開業した、銀店街ストアをルーツとする企業である。1968年、昭和43年7月に、愛媛県今治市栄町に、株式会社、レデー薬局を設立し、同年8月に、株式会社、レデー薬局の本店を、愛媛県松山市に移転。 同時に、銀店街ストアを、株式会社、レベー薬局港町店として、薬局の営業を開始した。メディコ21は、2010年、平成22年9月に九州合併した、メディコ21が展開していた店舗ブランドを当社が、継承して展開してきたが、2011年、平成23年3月2日から4月1日の間に、香川県、徳島県、 高知県の14店舗を順次、薬のレデーや、レデー薬局に屋を変更した。その後、2014年、平成26年2月14日から3月1日の間に、愛媛県南予地区及び、広島県、山口県の18店舗を、2014年、平成26年11月16日から2015年、 平成27年2月1日の間に、愛媛県の東予地区及び南予地区の13店舗を2015年、平成27年11月1日から12月1日の間に、愛媛県中予地区の14店舗をそれで、薬のレデー、レデー薬局へ順次、野号を変更した。これにより、メディコ21は一部を除くインストア業態に用いるのみとなっている。 2016年、平成28年2月現在の店舗数は214店舗。薬のレデー161店舗、レデー薬局27店舗、メディコ2124店舗、メディコ21薬局1店舗、ライフショップアクティブ1店舗ある。地域ごとの店舗数は以下の通り。これらは通常のドラッグストア店舗に比べ規模は小さく、売り場面積は 約50坪程度となっている。またクレジット決済や、楽天エディアへカマネー等の電子マネー決済にも、いち早く対応している。ツルハグループ加入後は、他のグループ会社同様に、ワオン、クイスプのほか、スイカ、アイコカ等の交通系電子マネーにも幅広く対応し、これらは調査薬局だけでなく、ドラッグストアにおいても利用可能となっている。 平成19年6月より、薬のレデーハートショップを展開しており、自社サイトのほか楽天、ヤフー、アマ Amazon.com、マ、wow、クジ等の大手ショッピングモールサイトにも出展している。ヤフーショッピングエリアアワード2016億2017万2018受賞、楽天エキスポ2016万2017受賞。100円、税抜きにつき、 1>, 1ポイントが貯まるポイントカードを発行している。新記入回避、年会費は無料。500ポイント貯まると、500円分のポイント割引券が発行される。なお、ファホールディングスのグループ会社となったことで2015年10月にサービス内容の一部変更が行われ、500ポイント貯まると、500円分のお買い物割引券、購入金額によっては、 お買い物引き券が1000円分となる場合があるに変更となり発見したお買い物券をツルハホールディングス内のグループブランドであるツルハドラッグ薬の福太郎ドラッグストアウェルスウォンツでの利用も可能になったまた2016年8月16日からは楽天との提携により共通ポイントカードの楽天ポイントカードをツルハホールディングスの グループ店舗で取り扱いを開始することとなり、レデー薬局においても、調剤薬局を除く全店舗で取り扱いを開始し、ズルハグループオリジナルデザインの楽天ポイントカードの発行も開始した。なお、レデー薬局のポイントカードと楽天ポイントカードは、両方提示が可能で、それぞれのポイント、楽天スーパーポイント及びレデー薬局分のポイントを同時に付与することが可能であ、 携帯メールマガジンを発行しており、定期的にクーポン等を受け取ることができる。また、近年は LINE を用いた反則にも着手しており、メールマガジン同様に、商品情報やクーポン等を受け取ることができる。ショプリエ、楽天チェック等、来店時にポイントが付与される、スマートフォンアプリの導入に関しても、積極的である。また、富士カンパニーズの一社であるため同グループの、 ゴールドシニアパスポートが店舗で使用でき、65歳以上であれば入会により、毎月15.1617日の3日間に限り、全品5%引き、一部対象商品ありで買い物ができる。また、富士の発行する商品券も利用可能であり、2018年10月現在のところ、券の裏側にその旨が明記されている。 以下のスポーツチームに対して協賛を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。